はい、こんにちは、ゆうしです。今日はね、浴衣着て京都のスカイランタン祭りというのに今から行くんですけども、もう曇りがすごいですね。すごいもう雨降りそうな感じで、でもこれ僕浴衣着てデートっていうのはちょっと人生で初めてでね、結構テンション上がってます。でこれ今から入場ゲート入っていくんですけども、ちょっともう一回すごい雨が来てね、僕の顔がちょっと機嫌悪そうですね。で今から入場ゲートをくぐってですね、結構いっぱいお店ありました。で七夕のランタンにくくるなんかお願い事書く紙とかももらいましたね。でこれを書いて最後ランタンにつけてみんなで一斉にあげます。でね、めっちゃ雨降ってます。めっちゃ雨降ってるんですけど、もう朝日ビルのでスカッとさせようということですね。傘と朝日ビールとカメラ持ってるんで、もうすっごいもう両手いっぱいでした。で今からいろいろ買います。お腹空いたんでまず焼きそばから、紅生姜食べさせてもらいました。やっぱこういうとこでね、浴衣着て焼きそば食べててそのまま初めてやったんで、ちょっとテンション上がりましたね。でビールが美味しい、もうビールはいつでも美味しいですね。で次にですね、これビール何本目か忘れた、多分2本目かな、2本目やと思います。でこうソルちゃんも、ビール2、3本飲んでました。もっと飲んでたかもしれません。祭りで、もうランタンすでに持ってますね、皆さん。これランタンです。風船みたいなやつ、これを最後飛ばすんですけど、僕はまだ取りに行ってません。今取ったらもう多分ずっと持っとかなあかんから、最後に取りに行こうと思って。でなんか盆踊りのステージとかあったんですけど、多分雨やったからやらんかったかな。これはい、願い事を書いてます。でちょっと本名入ってるんで、これちょっとモザイクなんですけど、でこれポテトですね。次ポテト買いに行ってます。ポテトがね、すごい長蛇の列でしたね。なんでやろうと思ったら、これちょっと珍しいポテトなんですかね。ポテトがもうめっちゃ長い、めっちゃ長いです。どうやって作ってるんですかね、これ。こんなでかいジャガイモがあるんでしょうか。でソルちゃんはね、このポテト食べて小麦粉の味がするって言ってました。これ、岩塩ですね。これ岩塩。バター醤油とか、何やったかな、あと、カレーとかあったかな。なんかいろんな味ありましたよ。でも、シンプルに岩塩とビールです。ビールです。というか、ビールをもう追加で今から買いに行きます。ちょっとおつまみ買ったんですけど、ビールなくなっちゃいましたね。で今一旦、雨が止みました。ようやく。で、これね、ランタンリンボーダンスです。はい、これでキンキンの朝日ビール追加ということで、はい、嬉しそうですね。めちゃくちゃ嬉しそう。でこれが2024年、なんて書いてるか、京都七夕スターリーナイトって書いてるのかな。あそこまで並んで写真撮るのはね、ちょっとめっちゃ並んでたんで、この遠くから撮りました。で今から、今からというかこれあれです、ニラまんじゅうとシューマイを食べるソルちゃんですね。これやっぱビールと合いますね。めっちゃ暑かったから、このキンキンのアサヒビールめっちゃ合いました。超美味しかった。でこれ食べてもうお腹いっぱいなんで、今からランタン持って、もう我々もね、もう取ったんで、このランタン3つ、これ持って場内まで行きます。
今の状況と違うかというとですね、この会場ほとんどの照明が消灯します。なのでこんな明るさじゃないです。もう本当にランタンが浮かび上がるすごいいい景色があるので、まずはですねちょっと糸巻き取っておいてください。で、消灯しますので、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。雨で飛んでたランタン全部落ちてきました。これ糸絡まってじゃないの？いやこれ雨やで。だいきなりガー落ちてきたもんだって。同じ一斉に。じゃあ雨か。あー、鹿のまた。また大丈夫。たら大変や言うてたけど、ものすごい数飛んでいって持ってますね、これね、スカイランタン。ほんまはあの糸でこうあの繋いどかなあかんねんけど、もうどんどんちぎれて上上がっていってますね。